ギリシャの国章は、2本の月桂樹の枝に囲まれた、青い縦に白い十字の門で形成されたものである。この紋章は、軍隊、治安部隊などの帽子、制服のボタンなどに、エンブレムとして描かれるか装着される。最初のギリシャ国章は1822年1月1日に、エピダウロスの国民議会で制定された憲法により、準備され、3月15日、 確定した。その形は、青と白で塗られた円状のコケイドであった。しかし、ギリシャでは、生態が、数多く変化したため、エンブレルの形やデザインは、その都度変更された。最初のギリシャ紋章は、女神アテナとフクロウで構成されていた。その後、ギリシャ初代大統領ヨアニス・カポディストリアスによって、再生のシンボルである、不死鳥のデザインに変更された。 バイエルン王国出身のオソン一世が王になった時、国王の紋章である王冠と盾を支える二匹の王冠を被った獅子がギリシャ王国の国章となった。その後、デンマークからゲオルギオス一世が王家の後を継ぐと、紋章はデンマーク王家の影響を受けたものに変更された。さらに、1924年、ギリシャが共和国を宣伝すると、 国章は青い縦型の門の中に白い十字架が描かれるシンプルなものに変更された。1935年、国王が帰国して、君主制が復活すると、再び国章は変更され、軍事政権が1973年、君主制の廃止を宣言するまで使用された。ありがとうございます。